はい、こんばんは、竹下敦です、今日はね、みんな大好き化粧品の話をしたいと思うんですが、以前ですね、資生堂さんの、化粧品のね、研究所にあらゆるコネを使ってですね、もう売り込んだことがあるんですが、すごいですよ。もうね、科学研究所、白衣着てビーカーとか持ってる人たちがたくさんいるんです。でね、まあ私も白衣着させてもらってね、紛れ込んだんですけど、本当にね、資生堂ってすごいなと思いました。やっぱりね、美っていうものに対しての追求がね、半端じゃないですね。私が見たのはファンデーションを作ってる、それ研究している、研究所だったんですが、肌の色ってすごく、日本人ってすごく難しいでしょ。私の場合だとどちらかというとこう地肌が黒いんですよ。で、資生堂ってね、やっぱ世界中に世界中の人に、男性も女性もね、に合わせてファンデーションを作ってるんですけど、まあもうね、世界中の人類の肌の色を研究して、そしてその色をこう合わせていくわけですよ。もうね、驚きましたね。もうそれから資生堂、まあ以前から好きだったんですけど、特に好きになりまして、いろいろ CM とかね、もうこうトータルでの、美に対するね、追求、美を研究してますってアピールまでね、素晴らしいと思いました。やっぱりね、その道を極めてる会社ってのはすごいですね。というわけで、今回は、みんな大好き化粧品の話でした。やっぱ資生堂はすごいよ。